ねんねんでーす。どうも、むいむいでーす。コンビ感強い。俺でーす。誰や、ポーポーでーす。ポーポーです。ポポコです。ポポコです。ポーポーです。今日はポポコですか？はい。はい。最近の私のマイブームなんですけれども、お二人、ヒューマンビートボックス。ヒューマンビートボックス。あれか。そう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 。でも全然できてないけど。なるほど、なんだ。聞いたことあります？お前もできてないわ。できるようになりたくない？おお、できるの？これでモテるよ、あれ。できたらモテるよ。そう、なんかかっこいい。できたらかっこいいよね。うん、最近私の会社の後輩から秘密兵器を教えてくれたの。うん、それをお二人に教えたいと思います。いいと思います。なるほど。ダダダダダン。題してじゃじゃーん。なんだこれ。日本語さえできれば誰でもできるヒューマン、ちょっと待って、ビートボクサーへの近道。おー、トリップだ。ちゃんと作ってきたから、うん、すごい。これで感動する。感動する。で、ここに魔法の5つの言葉があるんですけれども。え、大丈夫です？下ネタ入ってないですか？どうかな。あらどうかな。ポポコ出てるよ今。ちょっとポポコちょっと出ちゃった。では早速見ていきましょう。はい、はいはい、ごめんいきます。はい、じゃらん。あ、えいえい、見えるかな。はっつく。そう、もうすでにはっぽくない。はっつく、はっつく、はっつく。そう、なんかやっぱこういう促音と無声音があったら、確かに、はっつく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 。そう、1個目がはっつく、はい、で、2個目もいきます。じゃじゃーん。ひっつく、ひっつく、ひっつく。似てる感じの言葉なんだけど、はっつく、ひっつく、はっつく。すごい、もうむえちゃんができてるよ。もうできてるよ。本当かな。そう、じゃあ3個目もいきましょう。ちょっと似てる言葉だらけなんだけど、じゃじゃん。くっつく、くっつく、くっつく、くっつく。そう、くっつく、ひっつく、くっつく。ぽいぽいぽいよね。はい、では4個目いきます。ちょっと、あ、ムカつく。あ、見えちゃった。見えちゃった。じゃじゃーん。ムカつく、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 ムカつく。これちょっと、あの、ちっちゃいツー入ってないんですけど、でも、ツーがあるから。うん、やっぱツーが大事なんだね。ちっちゃいツーが大事じゃなくて、ツーが大事なんだ。そう、そうだね。でも、ちっちゃいツーが入ることによって、ちょっとなんか、溜めてる感じが出るから。そうそうそう、ムカつく、ひっつく、くっつく、ムカつく。そう、そう、もうできてるじゃん。さあ、5番目は大事ですよ。肝心な5番目。しかもでかい。でかくないですか？うん、でかい。これがさっきポーちゃんの言ってた。お、あら、あれ、あれかもしれない。あら、はい、なんだと思います？もう、あの、違う。おい、人のチャンネルで。いや、あの、だってさ、ためらい。あの、つの入ってる言葉。つ、なんかこのまま出してもらうとよりやばい言葉が出てきそう。絶対プールが入るから。やっぱめぐちゃんを次行きましょう。じゃじゃん。えい。パンツか、パンツか、パンツか、パンツか。そう、パンツか、パンツか。この5つの言葉、パンツか、パンツか、パンツか。実はですね、こうなの。あー、なるほど、なるほど。なんかラップみたい。なので、パンツか、パンツか、ひっつく、パンツか、くっつく、パンツか、ムカつく、パンツか。もうできてるじゃん。なるほど、なるほど、なるほど。そう、すごい、もうできてる。プチプチじゃないよ、プチプチじゃないよ。なちゃんとこの順で、そう、どうぞ、はい、どうぞ。ポーちゃんも言ってみて。ハッツクパッツカー、ヒッツクパッツカー、グッツクパッツカー、ムカツクパッツカー。どう？なんかなまってるね。パッツカー。あの、ちょっとあの読むとね、あの、なっちゃうんだよな。そう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 。そう、リズム。リズム。リズム。リズム乗れない人間なんだよ、俺は。リズム。ハッツクパッツカー、ヒッツクパッツカー、グッツクパッツカー。
無理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 、リズム乗れないんですよ僕は。そうそうそう、いやそんなことない、まあね、もう一回もう一回もう一回、はっつくパンツか、ひっくつパンツか、くっつくパンツか、むかつくパンツか。ただ言ってるだけじゃん、パンツを。ちょっとこれ多分もっとなんていうの、あの無声音で言う感じ。これすっごい実は滑舌の練習になる、いいね、楽しいね。そっか、しかもこれは実際の曲に合わせてみると面白いの。曲に合わせんの、ね、リズム乗れない人がちょっと曲合わせるんですか。最近のマイブームは曲聴きながらこれつくパンつくひっつくパンつく、どんなメロディーにもこれで変調しなければ、あーそういうなんかビートのやつに合わせて、そうほとんどできるの、ほとんどだけど。やってみます、やってみます、やってみましょうか。なんか歌って。これ歌える人いるんですか。歌は大丈夫、歌は大丈夫じゃない。ご3人、あのいや何か分かんないですけど、この2人はちょっと無理ですから、ね、揃って音痴です。じゃあ歌う。あ、はい、でも私も音程あんまり良くないけど。はい、じゃあ最初はエヴァゲリオンの曲で。それでいけるの。それいける。なんか黙ってた。いけるの。いけるかな。最初はゆっくりめで、うん、あのえ、その曲でこれ乗れるの？わかんない。やってこ、やったことないです。例えば練習ね、今ちょっと練習。3、2、1、はい。残酷な天使のように少年よ神話になれ。できるじゃん。今できてるんですか。できてる。あ、そうか、なるほどなるほど。なるほど。いや俺はよくわかんないから、乗ってるから乗らないから、そうちょっとわかんないです。じゃあポーちゃんもぜひチャレンジお願いします。できるわけないやん。ちゃんと言えてねえし。聞いてみたい。だからこれあの言いながらでいいから。カンペ出すから。オッケー。じゃあ。ちょっと待って。噛んでる。なんで歌の前に飲む。いやそれはそうよ。飲んば潤えないと。はい、じゃあいきます。はい。3、2、1、はい。残酷な天使の。え、どうした？なんで吐息強めなの？違う。え、違った？俺乗ってる気がするんですけど。微妙なずれてるかも。もうちょっとゆっくりかも。もうちょっとゆっくり。あ、そう。俺の方がもうちょっとゆっくり。もうちょっとゆっくり。はい、じゃあもう一回いきます。はい、もう一回。3、2、1、はい。残酷な天使のように。いやソロで言ってない。そうだ。乗ってないの今。乗ってないような。伴奏止まってるのに、なんで自分でソロで歌ちゃうの。いや次分かってるから。次分かってるから。先に行こうかなと思って。でもむいちゃんうまかった。お、やったじゃあこれいけるってことで。いける。これが初心者、初心、まあ入門っていうか近道。なるほど。そう、この上まだ何かあるんですか。わかんないか。なるほど。まあ基礎ってことよ。基礎ってこと。はっつくパンツか、ひっつくパンツか、くっつくパンツか、ぶかつくパンツか。できた。おお、さっきよりもだいぶ良くなってる。やっぱ力抜くと自然に聞こえる。そうですね。そう、力入るとね、まああの、わかんない。はっつくパンツか、ひっつくパンツか、くっつくパンツか、むかつくパンツか。パンツにすごい力が入ってて、パンツ意識しすぎない？いや、あのパンツ行こうとしてるから、もうな、歯が始まる瞬間、パンツも行ったんだよ。はっパンツか、ひっパンツか、くっパンツか、むっ。でもこれすごいなんか、滑舌練習にもなる。これはちょっとね、回答インタビューでちょっとあそこら辺の中央人やらせてもらいたいね。おお、ぜひチャンネルで、ね、なんでパクろうとしてんの。いいよ、まあ、ネネさんも連れて行きますけど。それいいかもね。よかったらこれちょっと本当に確かに、うん、しかもこれ結構ストレス発散できる。あ、そう。本当にできる。確かになんかすごい何も考えてない時に、そうか、無になるといけるかもしれない。つくてよーみたいな。なるの。え、ならない。肩から
から見ればムカつくパンツとか言ってるよこの人ってなるよ。やばい人。楽しいこれ。そう検証してみたいですね。ね、だってさっきビフォーの時はできてなかったでしょ。まあまあまあ、ではちょっとねパンツがちょっとねちょっと気になりすぎてちょっと、ね、気になりすぎて。そうそう気にしないでパンツ。パンツかパンツか、ひっつくつパンツか、くっつくパンツか、ムカつくパンツか。おお。できたできた。なるほどね。あんな良くなってる。まあ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 、まあ。皆さんもぜひ試してみてください。